忘れちゃった、なんだっけ、どうやって言えばいいんだっけ。はい、ここから僕のチャンネル、ここからは、すみません、すみません、よしきチャンネルって言えばいいですね。ここからよしきチャンネル、じゃあ僕、すみません、なんて言えばいいだろう。ここからはよしきチャンネル、今度はひかるさんに、ひかるさんに、じゃあ改めてお願いします。ここからはよしきチャンネルになります。はい、ひかるさんにもいろいろ聞いてみたいと思います。お願いします。でもよしきさんが言ってインパクトあるのはやっぱ回転寿司だと思いますね。よしきさん、自分が思ってる何倍も大げさな人ですよ。本当に炎上を経験してない人って、はいはいはい、あんまりいないんじゃないかな。スーパースターで素人が YouTube で活躍する時代っていうのはどん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 終わっていくんじゃないかなとは思ってて。あ、なるほどね。単純にめちゃくちゃまずかったんですよ。まずい。どういうこと。それまずい焼肉食べてくださいね、一回ね。はい、本当に YOSHIKI さんにこれからドッキリとか仕掛けてもいいんですか。楽しみって言ってるのがドッキリだ。そんなヤバいのは仕掛けない、さすがに。なんか道歩いてたら 100m ぐらいの穴に落とされて海には入っちゃうから。そういう。いやー、すごかったです。壮絶でした、僕のチャンネルの方で。こう、YOSHIKI さんに話させてもらって、もう人生がここで大きく激変するんじゃないかっていう気がするぐらいの経験値を得ましたね。あ、すいません。はい。え、そんなですか。いや、本当にすごかったです。今ちょっとリラックスでき始めたんですけど、もう最初やっぱやばかったですね。圧倒されてました。こう緊張はするんですけど、やっぱめちゃくちゃ楽しいですね。こう、このなんかこの時間を今過ごせてることに感謝してるというか、こんなチャンス回ってこないだろうと思うんで、他の人は。いや、それは僕もあの、はい、同じです、気持ちは。だから本当嬉しいですね。これ僕のシグネチャーの方ですね。シグネチャーというか一番の、はい、うん、多分時間で大体味がまろやかになってくると思う。あ、変わってくるんですよ、これって、うん、すごいワインとかあるじゃないですか、なんか100万作るやつとか、はいはいはい、そういうやつ、ロマネコンティとかって。僕が好きなのは、はい、みんな結構最初からデカンタしちゃうんだけど、はい、最初普通に飲んじゃって、はい、だんだんこうやって味が変わってくるのを味わうのが好きですね。はい、冷静に考えて違和感もすごいですもんね。こう、よしきさんの前で普通にフォアグラ食べてるって。なかなかないですよね、これ。好きな食べ物とかって どういうもの好きなんですか。あ、好きなのは分かりやすく多くの人が好きなものが全部好きですね。例えばハンバーガーとか、うんうん、牛丼とか、あとお寿司が好きですね。もうお寿司はめちゃくちゃ食べますね。なんかおすすめのお寿司さんとかあります。あの、寿司三昧です。お、寿司三昧。絶対多分よしきさん行かないと思うんですけど、超チェーン店ですね。あの、はいはい、回転寿司みたいな感じです。うーん、はい、回転寿司とかで行かれるんですか。いや、昔行ったな、昔。はい、結構美味しいですよね。はい、なんかインパクトのある寿司屋とかってあるんですか。インパクトのある寿司屋さんですか。でもよしきさんが行ってインパクトあるのはやっぱ回転寿司だと思いますね。はい、回転寿司、100円ショップとか回転寿司とかそっち系ですか。いや、そこはやっぱインパクトがすごいです、よしきさんが行ってるだけで。本当にちょっと想像がつかないんですよね。多分回転寿司のシステムすらよしきさんもしか知らないんじゃないかなと思うんで。え、だって回転寿司って基本的に回転してて取って食べるわけでしょ。だけどなんかその注文したらなんかモノレールかなんかに乗ってくるんですよ、お寿司が。モノレール、はい、みたいなところもあるんですよね。はいはいはい、はい、今の回転寿司結構進化してるんで、まあ、行ったら面白いかもしれないですね。あ、それ面白そう。よしさんがもう日本におられるときに時間あるときだったら、もう僕どんな予定でも全部キャンセルしていくんで。とりあえず乾杯。あ、ありがとうございます。すみません。ちょっとまた素人は違うんで、はい、ありがとうございます。どっかの目覚めるタイミングで僕の前もなんかあったって言ってくれて、はい、僕もちょっともう回しておきます、一旦。回すところから始まりますもんね。そうですよね。回すために空気がいろいろ混ざっていいですよね。あと継ぐときに結構ガガガガガって継ぐときでありますよね。それやっぱり空気が混じって、うん、すげえな。ワインが似合うってやっぱちょっとかっこいいですね。実際漫画のキャラでもワイン似合うキャラってかっこいいんで、僕が思うに。そうですか。はい、好きなんですよね。ロサンゼルスとか来たことあるんですか。いや、一回もないです。あ、ないんだ。行きたいですね、うん、ロサンゼルス行ってみたいですね。まあ、近いですよね。近いっていうか、まあ、僕はもう何百往復してるんで。はい、ロサンゼルスってアメリカですよね。アメリカです。アメリカの、まあ、西海岸なんで、はい、まあ、日本からだと、まあ、ハワイの、ね、はいはいはい、その、うん、結構すごい近いですよね。まあ、行ってみたい気持ちはありますね。やっぱアメリカって一度は行きたい。え、アメリカってことないですか。ないんですよね、一回。あ、ないんだ。はい、ハワイと中国とベルギー。ハワイ、アメリカ一応。あ、アメリカなんですね。、はい、じゃあアメリカあります。、
はい、ハワイですね。あとドバイです、ね、ハワイと中国とベルギー、はい、ベルギーはなんでベルギーなんですか。あのトゥモローランドっていうあのなんか DJ のイベントみたいなのに招待されたんですよ、ね、はいはいはい、それがきっかけでベルギーに行ったんですよね。EDM 系のやつですね。はい、そうです、うんうん、なんか YouTube 仲間っているじゃないですか、いろいろと。はい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 、はい、どういう関係値なんですか。基本的にはプライベートで会うことってあんまりないんですよ。え、実は仕事仲間って感じ。仕事仲間に近いですね。そうなんだ、はい、僕の場合はですけど、はいはい、その撮影の時に会って喋ることあるんですけど、プライベートで会って喋るってことあんまりなくて、なんかそのプライベートで会うんだったらそれ YouTube 回しちゃえばいいじゃんってなるんですよね。うん、YouTube って結構何でも OK なんで、うん、そのプライベートで喋ってることが YouTube のコンテンツになるんで、うん、なんかプライベートとの境目があんまりなくて、うん、嫌なやつだなとかいいやつだなとかってあるんですか、やっぱりその中で。いや、あんまりその嫌なやつっていうのは出会ったことないですね、あんまり YouTube で。うん、はい、僕 YouTube の世界で結構歴が長いんで、うん、なんか YouTube の世界ではなんか大物扱いされるんですよ、なんか無駄に、うん、だからなんかみんな遠慮してくれるんで、なんかあんま失礼なことされたりとかってあんまないですね。うーん、なんか YouTuber で、他の YouTuber で、はい、この人は伸びるとか、この人は消えるとかって、なんとなく分かります？分かります、それは。分かります？はい、分かります。今、なんかいる YouTuber の方たちで、はい、危機感を感じるとかってどうなんですか？僕の YouTube って、大人向けなんで、すごい。大人向け。はい。年齢層がめちゃくちゃ高いんですよ、僕の YouTube って。で、子供からあんま見られてないんで、うん、で他の YouTube の、 その人気の YouTuber たちって、子供とか女性の視聴者がすごい多いんですよ。うん、で僕ってその真逆で、サラリーマンの人とかが多いんですよね。だから、うん、もう全く別物だと思ってやってるとかって似てる人があんまりいないんですよね、僕とタイプが、うん、だから全然ライバルってわけでもなくて、ただ YouTube やってる別の世界の人っていう感じで見てますね。仲間はさっきみんな なんとなく友達だって言ったけど、その YouTube って、はい、いろんなそのコラボとかでみんなで盛り上がっていくんですか。あ、そうです、そうです。やっぱコラボはやっぱり結構みんなしますね。一人だったらやっぱりなんか飽きてくるというか、うん、あるんで限界があるって。そうですね、限界があるんでコラボしてみんなで盛り上がっていこうみたいなの多いですね。うん、こういうこの、まあ、俗に芸能人の方とコラボするってことはやっぱほとんどなくて、うん、本人は出たいって言ってくれる人いるんですけど、うん、でも事務所の問題があって出れないっていう人が多いです。へー、でもイメージ的ってなんで、イメージ的に。いや、 やっぱまだちょっとなんか芸能界のライバルみたいなイメージがあったりとか、 YouTube に出したらちょっと安っぽく見えたりとかっていう、そういうイメージはあるんじゃないですか、ね、そうなんだ、ね、分かんない、そう、多分そうなんだと思いますけどね。僕なんか逆に僕らっていうか芸能界が学ぶことがいっぱいあるんじゃないかと思うんですけどね、はい、いや、そう本当言っていただけると本当に YouTuber からしたら最高に嬉しいですね。僕らも絡みたいんですけど、でもなかなかやっぱり芸能界の人とのつながりっていうのは増えないですね。うん、基本的にはやっぱ何か番宣だったりとかがメインで絡むことが多くて、普通にコラボっていうのはなかなかレアですね。あ、そうなんだ。僕芸能人の方が好きなんですよ、正直 YouTuber そのテレビっ子だったんで元が、はいはいはい、テレビ見て育ったんで、どっちかテレビの方が好きなんで、今は見ないですけど、あんまり。でも今はさ、その光さんみたいな人が、はい、を見て育ってる人たちが、はい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 、逆にテレビとかよりも、はい、やそうなんですよね、影響を受けてる人っていっぱいあるんじゃないですか。はい、多いと思います。今、ね、憧れの職業が YouTuber って言ってる小学生を見て、こいつは大丈夫かなって思いながら、やっぱり時代って今までがこうだったから、はい、これからこうじゃなくて常に変わっていくんで。そうですね、うん、どんな立場にいても柔軟性って必要だと思う。すごいっすよね、吉木さんの柔軟性。正直ここまで来て、そのわざわざ YouTuber と会う必要なんて僕全然ないと思うんですよ。この地位までやってきて、うん、YouTuber と会う必要なんか一つもないのに、こう YouTuber の僕をと会ってくださるって、いやいやいや、まあ、すごい柔軟性と好奇心の高さと、あともう心がめちゃくちゃ若くないとこれ多分実現したいと思うんで。いや、すごく刺激受けますよ、本当に。いや、ありがとうございます、うん、僕はもうめちゃくちゃ刺激受けますね、これは。そう言ってもらって嬉しいですね、うん、はい、うん、なんか僕らの世界って、まあ、僕らってなんかもう、はい、デビューして30年ぐらい経つんですけど、僕もたまに分かんなくなっちゃうんですよね。本当になんかみんなに影響を与えてるのかなとか、なんとなくそのイメージだけで言っちゃってて、はいはいはい、っていう。だから常にもうピアノも、ね、ずっと練習してるし、はい、こういう世界に入っちゃった以上、はい、もうなんていうのかな、常に、ね、誰かに追われてるし、はいはい、うん、常に戦ってなきゃいけないっていう、はい、なんか地を築くっていうのは意外にあんまないんじゃないかな。それがすごいですよね。なんかその未だにその上を目指すっていう、普通だったらもう どっかで満足すると思うんですよね、ここまで来ちゃうと。折り返し点とかって嫌なんですよ、僕ね、もう人生って、はい、もうそのまま行っちゃえばいいんです、最後まで。はいはいはい、なんか降りるのは山登りずっとしてた方がいいってことですか。そう、もう登るだけでいいっていう、はい、降りたくないみたいな。いや、だから僕もそれは本当思います。
高山って絶対あるわけで、はい、僕なんかだからとりあえずまあこの山を登ったとかあの山を登ったってあるけど、ハルトとかにいるとまだ全然登ってねえじゃんみたいな、はい、なるほど、うん、やっぱ YOSHIKI さんから見たらやっぱ世界ってめちゃくちゃでかいんですか。やっぱり日本でその世界的に活躍した人って限られてると僕思ってて、YOSHIKI さんってその一人に入ると思うんですよ。世界でも活躍されてる人じゃないですか、まあ、その YOSHIKI さんから見たら世界ってやっぱまだまだでかいんですか、その YOSHIKI さんの目線で見ても。なすごい質問だな。それね、2つあって、はい、1つはでかいと思う、でかいし、はいはい、もうなんかそのプレッシャーに押しつぶされそうだし、はい、もう1つはどっかで半分ぐらいできるんだろうなみたいな思ってるっていう、なんかそのバランスが難しくて、はい、あまりにもでかすぎると思っちゃったら多分諦めちゃうと思うんだけど、はいはいはい、簡単だなと思っちゃってると、はい、逆にうぬぼれちゃって、はいはい、ダメになっちゃうっていう、そのギリのところにいるかもしれない。でも自信はありますね。ああそうなんですね。絶対取ってやるって天下、天下っていうかなんか絶対にここまで来たんだからやるしかないっていうのは、うん、それすごいっすよね。それ今でもこう思い続けてるって。いやまだでもそんなみんなが思ってるほどすごい立場にっていうか世界的に言うといないんで全然、はい、まだ本当に、うん、僕が過去見てきた人って、まあ、昔はすごかったけど今は頑張ってないっていう人って結構よく見るんですけど、うん、YOSHIKI さんって未だにすごいじゃないですか。その命がけですね、はい、それがやっぱ珍しいですよね。なかなかいないと思いますね。どっかであの折り返しちゃうのかな、みんな。どうなんですかね。やっぱ一回やっぱ安心してやっぱりもう頑張るっていうことをやめると思うんですよね。さっきの写真集とか見てもそうなんですけど、あそこまでの体を作ろうと思ったらやっぱ正直その並大抵の努力じゃないじゃないですか。ちょっとやっぱ狂ってますよね。狂ってる、いい意味で。本当にとりあえず、はい、今現在考えられる最大限の努力をしようと思って、はい、で普通さこういった年齢で写真集って、まあ、写真ってさっきのまあ雑誌の表紙でファッション誌の表紙でたまたま全部僕になっちゃったんですけど、はい、話をもらうことで、まあ、まず感謝 で、はい、でだったら最大限に応えたいなと思って、一応上半身の裸のショットとかあるんですかみたいな聞いたら、まあ、できれば撮りたいですっていうか、はい、だったらもうできる限りの努力をしとこうと思って。それがすごいですね。いや意外に真面目なところもあるかもしれないですね。そうね、うん、若い人で頑張るのって若さゆえのみたいなのがあったりすると思うんですよね。でも一回成功した人が頑張るのってまた別の次元ですごいなと思うんですよね。それを継続するっていうんですかね。 YouTube で、はい、まあ、ある種地位を築いちゃってるわけじゃないですか、はいはい、今のモチベーションは。いや YOSHIKI さん、さっき30年って言ってたじゃないですか。あの初めて、僕まだ8年とかなんで3分の1もいってないんですよ。そう考えたら僕の人生って YouTube 人生って浅すぎるなと思って、こんなところで努力やめてたらダメなんだって思ってたのは正直ありますね。たったこんな1年2年頑張ったぐらいで頑張ったに入らないんだなっていう。8年間で YouTube って相当多分変わったじゃないですか、はいはいはい、これからまた8年どうやって変わっていくんだろう。いやでもその僕ちょっと前にその芸能人が参入してくるっていうのを予測してたんですよ、うんうん、もう絶対に芸能人がやってくるっていうのがあって、でそこからまあ本当にやってきて芸能人の人がたくさんで、ここから僕は素人が YouTube で活躍する時代っていうのはどん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 終わっていくんじゃないかなとは思ってて。あ、なるほどね。もっとそのテレビっぽくプロっぽくなっていくんじゃないかなと思ってるんですよね、うんうんうん、昔って YouTube って本当に素人が作るものだったんですよね、はいはいはい、素人が適当に動画上げててそれがヒットしたんですけど、うん、今は本当に完成されたもの完成されたものが好まれてるんで、うん、どんどんそれが激しくなっていって最終的に規制も厳しくなって、うん、また新しい YouTube とは別の YouTube みたいなやつが できるんじゃないかなとは思ってます。あ、サブカルチャーみたいなのがまた。そうですね、やっぱ YouTube もどん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 その厳しくなっていってるのは事実なんで、うんうん、昔 OK やったことが今アウトなことが多いんですよね。あ、そうなんだ。やっぱ過激なことできなくなってるんですよ今 YouTube。 そうか、その YouTube 以外にもいろいろビジネスやってますよね。はい、やってます、はい。どういったのやってるんですか。僕は最初やったのはアパレルからスタートして、うんうん、で僕服に全然興味なかったんですよ。今でも興味ないんですけど、でも自分が欲しいと思う服とりあえず作ってみるって。でもおしゃれ、なんか見ておしゃれですね。あ、これあれなんですよ、スーツもそのアパレルのやつで。でもこれあれですよ、高校のネクタイ。ヒカルさんのブランド。そうです。あ、そうなんだ。オーダーメイドのやつなんですよこれ。おしゃれ。これ高校のネクタイです。え、これ神崎高校っていう僕の母校の。あ、高校のネクタイね。あの母校背負ってるんで、はいはいはい、高校でやってたネクタイで、はいはい、これあの結ばなくていいんですよ、ネクタイを。え、どういうこと。これこうやったら結んでやるんですよ初めから。だから結ばなくていいんで僕ネクタイ結べないんですよ。だからそれでも理にかなってるかもしれない。だから全てのネクタイこれにしてほしいんですよ、ぶっちゃけ世の中で売ってる。ハイブランドとかでもこのモデルで売ってくれればネクタイつけられるのになって思いながら、まあ、時間がね、いつもね、そうなんですよ。付き合いにしてもね、ネクタイを結べなくて。
はい、綺麗に結べないんでこれですね。へ、はい、ブランド名はそのブランドリザードっていうリザード、はい、でブランドで今は化粧品とかも出したりとか、はい、メガネも出してますし靴も出してたりとか。メガネ、メガネも出してます、はい、はいはいはい、やっぱ YouTube がいつ終わるか分かんないっていうのもあったんでその新しい柱が必要だと思って YouTube プラス別のところでやろうっていうので YouTuber として、はい、その危機感ってあるな。いろんな人がいっぱい参入してきてやっぱりさっき言ってたみたいな危機感ってある、はい、あの結構ちょっと自意識過剰なんですけど YouTube は多分他の人より優れてるだろうなっていう自信はあって、うん、だから YouTube 自体が衰退しなければ YouTuber としては一生残れるなっていう結構自信は持ってるんですよね、うん、でもやっぱその Google にその命を握られてる感はやっぱしてて、うん、なるほどね、はい、その Google の気まぐれ一つでその僕の YouTube の広告が全部停止されたりとか、うん、チャンネルが削除されるかもしれないじゃないですか、うん、って考えたらその Google の手のひらでずっと踊り続けるのはしんどいなっていうのもあって関係ないところで戦えるようにもしといた方がいいっていうリスクヘッジはありましたね。なんか分かるなそれ、はい、それが怖かったんですよね。なんか現実その Google っていう手のひらの中でやってるっていう、はい、それがめちゃくちゃ怖かったんで、それがこうなっちゃったりこうなっちゃったりしたらっていう、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、なんかその発想って僕もあるな。そうなんですよ、うん、それはやっぱあったんでいろんなことしないといけないなっていうのと、あとやっぱ僕自体がやっぱその、まあ、お金儲けっていうかビジネスが好きだったんでいろんなことしててやっぱ楽しいってとこあるんですよね。やっぱりだからやっぱりどんどんしたいな、したいなっていうのがあります。アパレルって、はい、やっぱり何すごい競争が激しいじゃないですか、はい、効果絶対強いとかって何かあるんですか。あの僕のアパレルの強みは、うん、あの生地の良さだと思ってて、あ、はい、その僕ファッションセンスが僕正直ないんですよ全然。そんなことないです。いや興味が本当ないしその分かんないんですよ正直ファッションっていうのが。だからそのファッション性で勝負したら絶対負けると思ったんですよ。でほとんどのアパレル やる人って有名人がアパレルやる時ってみんなファッションを押すんですよね、うん、ファッション性を押すんで、うん、それ違うなと思ってその機能性とか生地の良さ着心地の良さを押していこうっていうのでそれを押したらうまくいったっていう感じですね。素晴らしい、はい、僕もねそのかっこいいけどこのあの着てるの着たいって服がいっぱいあるんですよね。はいはいはい、そうですね、そうですね。で自分はアレルギー体質なんで、はい、肌触りが悪いのはダメなんですよ。あ、僕も同じなんですよ。僕も本当にアトピーと乾燥肌全部持っててすごかったんですよ本当に。あ、おいしい。僕もなんか、はい、ケケなんか肌にチクチクすると。あ、そうですそうです、本当にこんな感じです。10分後にアレルギーが出てきちゃうっていう。はい、同じですね。あ、そうなんだ、はい、だからそれが嫌だったんで、うん、そうじゃない服を作ろうって言って作ったのがきっかけですね。僕だから下着も全部シルク。あ、僕もです。もうシルク以外ダメなの。僕も同じですね。だから僕あのモフモフのやつとかは絶対ダメなんですよ、うん、あ、一緒だ、はい、完全にアウトなんですよね。昔はその顔も僕アトピーと乾燥肌でめちゃくちゃ汚かったんですよ、うん、今よりもっと、うん、すごくて本当にずっと赤くなっててここが。でそれもなんかそのお金稼いで肌治療みたいなやつ通って治ったんですけど、うんうんうん、だからその肌が弱い人の気持ちは結構わかるんで、そっちに向けて作っているのはあるかもしれないですね。そっか、はい、すごい興味あるな。やっぱり機能性って大事だもんね。その大事ですね。やっぱ何度も着たくなるのってやっぱ結局着やすい服なのかなと思ったんで。僕だからファッションに関しては2つあって、はい、1つは今言った機能性みたいなのが大事だし、はい、もう1個はもう思いっきり着づらいんだったら思いっきり着づらい方がいいっていうさ、うん、もう例えばもうタイトすぎて歩けないスカートとかね、はいはいはい、もうド派手な現実離れしてるもので、はいはいはい、僕はねあのバカラっていうやつ、はい、グラスがあって、はい、その180周年記念みたいな、 なんかデザイナーに選ばれたんですよ。で、はい、デザインしたんですけどなんか角みたいにあって、はい、飲めないグラスっていうのを作って、はい、あの絶対飲めないんですよ、まあ、ストローかなんか使えば飲むのしてないんですけど、はい、これどうやって飲むのっていうからそういうことは関係ないっていう、はい、グラスって別に飲むためにあるものだけじゃないみたいな、まあはい、そういう発想で言っちゃって、でもそれが面白いですもんね。やっぱどっちかかなと思って、うんうん、それ以外だったらもうもちろん飲みやすくて軽くて、はいはい、っていうなんかワインを美味しく飲めるグラスがいいに決まってるんですけど、うん、その中間が結構僕嫌な感じで、うん、振り切った方がいいってことですね。振り切った、止まってるからレッドゾーンかみたいな、うんうんうん、それがまずいのかな、 なんか、うん、ビジネスが好きっていうのは、はい、それはどういう感じで。その2個あって、マネーゲームをしてるっていう感覚が楽しいっていう自分と、うんうん、僕幼少の頃から人に評価されてこなかったんです。あんまり大人から褒められたこともなければ、その誰かの役に立ったこともないみたいな人間だったんですよ。でそんな自分が作ったサービスを手に取った人がなんかめっちゃ喜んでるのを見て声を聞いてちょっとやっぱその気持ちよくなっちゃってるとこありますね正直。
承認欲求みたいなやつかもしれないです。うん、それってでも誰にでもあると思う、人ってごめんなさい、なんか僕たまに悟って、なんかこのパンデミックとかあって、はいはい、なんかよく考えてる、なんで、まあ、よくその父親の件があったんで、はい、結構 なんで俺たちって生きてるんだろうとかと思うでしょ、で、まあ、有名になりたいとかお金が欲しいとか、はい、いろんなのあると思うんだけど、モテたいとか、結局何なんだろうなって、結論がないんだけどいつも思う。でお金持ちにしても、はい、お金持ちには上が売るじゃないですか、はい、いますね、ね、何兆円持ってるような人もしてたりして、はい、人生って何なんだろうとか、ちょっと、はい、人って何なんだろうとかって、はい、でやっぱりなんかね、たまに炎上じゃないけど、はい、みんないろんな悪口とかいっぱいあるじゃないですか、はい、人ってもっと優しい生き物になれないのかとか、はい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 、まあ、自分も含めてね、はい、なんかいろいろ変なこと考えちゃって、なんか生まれた時って純粋じゃないですか、うんうん、悪意もなく好奇心で生きてるところはあると思ってて、うんうん、でその子供の頃のなんていうか、その好奇心の高さってすごいと思ってて、うん、子供って本当にすごい無限の可能性があると僕は思ってるんですよね、うん、でもその無限の可能性があるんですけど、周りの大人たちによってその可能性を閉ざされてるんじゃないかなって。だから生まれた時はみんな天才だったりとか神童だと思うんですけど、うん、それが周りの大人たちがいやこれダメだよとかっていう制限を設けたりとか、うん、ルールを教えていく過程で、うん、子供の無限の可能性が閉ざされていってるんじゃないかなっていう気はしてるんですよね、うんうん、でその中でそのちょっとずる賢いことを覚えたりとか、世の中のルールに当てはまるために悪いことに手を染めたりするんじゃないのかなっていう、そんな気がしてるんですよね。なるほどね。これがすごくなんか調子いいとか悪いとかってあるんですか？やっぱりそのアパレルは一番調子がいいですね。調子がいい、はい、もうこれが一番圧倒的に成功してますね。他にも脱毛サロンやってたりとかするんですけど、うん、もう桁が一個違うぐらいで成功してますね。アパレルっていうのはどういった展開してるんですか？そのあの4ヶ月に1回ぐらい新しいあの新作が出るんですけど、うん、それ以外だったらアイテムが増えたりしますね。その例えば化粧品が出たりとか、うんうん、出てなかった新しい分野に手を出していってます、どん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 。化粧品って自分も今話もらってるんですけど、はい、やった方がいいですかね、化粧品って。いやでも吉木さんめちゃくちゃ肌綺麗じゃないですか。いやまあそれは食べ物とかいろいろ普段ね、はいはい、節制もしてるんで、はい、でもそのさっき肌弱いって言ってたじゃないですか。肌が弱い人って結構日本人多いと思ってて、はいはい、そういう人が使っても大丈夫な化粧品だったらめちゃくちゃ売れると思うんですよね、うん、あ、なるほどね。説得力が違うじゃないですかやっぱり、うんうん、すぐかぶれちゃうやっぱり変なの使うと、はい、なんかそこってめっちゃ説得力あると思うんで、うん、そういう人に向けて作ったりとかするとめっちゃすごいいいなと思いますし、あとやっぱりその今男性でも化粧品使ったりする人増えてるんで、うん、美容男子みたいなのが増えてるんで、うん、吉木さんってそれの結構走りに近いと思うんですよ僕、うん、だから説得力はあるなっていうのでめちゃくちゃ売れると思いますけどね。やってみようかな化粧品、はい、やっぱ興味ありますもんね。吉木さんがやってる化粧品どんなんなんだろうみたいな、絶対クオリティ高いんだろうなっていう謎の安心感はありますね正直。あ、なるほどね、はい、うん、吉木さんだったら間違ったものじゃないなっていうその最初からの安心感ってやっぱり消費者って一番信用と安心が欲しいじゃないですかやっぱり、うん、だからそれは思うと思いますね。それ嬉しいな、はい、やんなきゃよかったなとかそういうのもあるんですか？いや今のところはやんないでよかったなっていうのは、うん、あんまりなかったりしますね。例えば最近言ったら僕は宮迫さんの焼肉屋さんを出そうとしたんですよ、うん、結構ネットニュースもあったんですけどこれ、うん、でそこからその僕撤退したんですよ焼肉屋さんから、うん、なんでですか？あのなんかちょっと宮迫さんとの方向性が合わなかったりとかいろんなことがあって撤退、僕だけ撤退して宮迫さんが継続したんですけど、うん、それですらやってよかったなと思うんで。宮迫さんって僕会ったことないな、きっとあるかな、ないな。どういう問題があったの？まあ、単純にめちゃくちゃまずかったんですよ。まずい。でも焼肉屋って結局まあ焼く、はい、だから肉の質と、はい、タレとあとなんとなく、はい、でも火の加減ってあんま変わらないですもんね、はい、でもそれがもう怖いぐらいその試食会みたいなの行ったんですよ。それが動画になってるんですけど。どういうこと？それが600万再生ぐらいされてるんですよその試食会が。その2時間ぐらいの動画なんですけどめちゃくちゃ再生されてネットニュースにも なったんですけど、それがその結構ひどくて、で僕それに対してその嘘つけないんでめちゃくちゃボロクソ言っちゃったんですよ。まずすぎるって言ってこれ。でも焼肉って美味しいところから始まるから、はい、そうですね、美味しいがスタンダードあるはずなんで僕らもそう思ってたんですよみんな。焼肉でまずいはずがないっていう前提で食会行ったら怖いぐらい美味しくなくて、
ちょっと逆に食べてみたいんだけど、それちょっと、はい、まずい焼肉ってあるんだ。そこからまあそのいろいろ話し合ってたら、方向性的に宮迫さんの方向性と僕の方向性がちょっと違うなってなって、じゃあ別々でやった方がいいってなって、宮迫さんが継続で僕が撤退して、でももうすぐオープンされますね。そこは、まあ、味わって一変して食べに行くんですか。行きます、それは。じゃあ僕も連れてもらいますか、したら。お願いします。はい、それでも宮迫さんびっくりすると思います、本当に。それまずい焼肉って食べてみたいね、一回ね。はい、それですらやってよかったなと思うんで、失敗すらもやっぱり一つの経験だなって思うんで。あ、見る角度がそうなんだな。やっぱやってみないと分からないってことあるじゃないですか。経験してみないと分からないっていうか、結局人って、はい、なんかごめんなさい、考え方で、はい、だ物事をどう見るかで、はい、失敗も成功も全部ポジティブになっちゃうってあるじゃないですか。いや、絶対そうですね。ね、はい、悲観的な人って、はい、どんなに成功してても悲観的だし、何やってもなんかマイナスの方考えちゃうんで、ね、僕は結構プラスに捉える方ですね。だからもし今回仮に YOSHIKI さんとこうお会いして全然うまくいかなかったってなっても、でもそれもやっぱり一個の経験なんで、もうそれを受け止めてもう一回頑張ろうってなるタイプなんで。炎上って、はい、精神的に追い詰められるとか、はい、あんまり関係ないとかどっちなんですか。僕はあんまり関係ないタイプですね。結構メンタルは強い方かなと思ってて。あ、強いんだ、はい、でも炎上した時はなぜ炎上したのかっていうことと、炎上後の対応がめっちゃ大事だなとは思います。炎上した身としては、うん、僕過去にその YouTube の中で一番炎上したんですよ。え、どういった炎上。なんかそれはなんかバリュー事件っていうのがあって、うん、なんかバリューっていうなんか説明すると難しいんですけど、仮想通貨みたいなサービスがあったんですよね、ちょっと、うん、そこでちょっとしたトラブルがあって炎上して、本当に結構すごい炎上だったんですよ、その YouTube の世界では。あれ4年3年ぐらい前なんですけど、うん、そこで視聴者のほとんどがもうアンチに変わって、ファンからアンチに変わって手のひら返して、うん、っていうことがあったんですけど、その時やっぱ思ったのは、やっぱその怒ったことは仕方ないじゃないですか、炎上した後は、うん、そこからの対応がやっぱ下手くそだったなっていうのはやっぱ思ってて、そこからの対応をミスさえしなければもっと多分すぐ回復できたりとかしたのかなっていうのは思いましたね。アンチに変わって、アンチの方たちは今どうなったんですか。はい、今は結構戻ってきてる人は多いと思います。もう今はほとんど完全復活というか、もう昔よりも影響力は増したのかなと思うんで。でもなかなかやっぱみんな炎上したら復活しないんで、うん、炎上したら落ちていって終わっちゃう人がほとんどなんで、うん、もったいないなと思いますね。あ、そうなんだ。僕その時にめちゃくちゃ攻撃的なキャラクターだったんですよ。敵をめちゃくちゃ作るタイプの発言をしちゃうタイプだったんで、うんうん、他の YouTuber のことを名指しで、あんな面白くないやつのファンはおかしいみたいなことを言ったりとか、うん、なんか本当にそういうタイプだったんで、いろんな人が恨まれてたんですよ。でそれが全部がそのヘイトが集まって炎上したって感じですね。へー、はい、本当にそういうなんか言わなくていいことを言っちゃうタイプだったんで、思ったこと全部言っちゃうタイプだったんで、それで炎上しましたね。でも炎上を経験してない人って、はいはいはい、あんまりいないんじゃないかな、スーパースターで。みんな何らかの経験してんじゃないかな、やっぱ1回2回は。まあその炎上のレベルってあると思うんだけど、はいはいはい、それはそうですよね。それを乗り切ってこれるかこれないかじゃないかっていう。そうですね。で今となってはなんか良かったなと思いますね。あれがあったから今があるんだなと思うんで、それがやっぱ自分の成長につながったなと思いますね。それがなかったらもっと多分今と違ったんかなと思います。なんかすごく勉強になりますね。いやいや、こちらこそありがとうございます。いや本当はありがとうございます。もうずっとカンペでも残念ですがっていう、はい、カンペが僕の目の前にずっと来てるんですよね。残念ですがもう本当に終わってくださいみたいなじゃあ、何ですか。はい、あ、はい、はい、そうですね、ぜひぜひじゃあディナーショーも、はい、あ、ぜひお願いします。はい、来ていただいて、はい、行きたいです。ありがとうございます。他に何かあるんですか。はい、まあそのあ、そうだ、あ、クレジットカード逆になっちゃった。楽天の YOSHIKI デザインカードってなってるんですけど、カードクレジットカードですよね。クレジットカードです。あ、全然、はい、嬉しいですね。はい、あとまあその僕のチャンネルで言ったんですけど、本当に YOSHIKI さんにこれからドッキリとか仕掛けてもいいんですか。本当にこれ最終確認なんですけど、もう本当にこれ本当僕 OK しちゃったら本当にやる可能性があるんで、 YOSHIKI さんに対してそのまあフラットに絡みに行ってもいいのかっていう、もうそれ最後ちょっと聞いておきたいですね、一応。はい、まあドッキリもレベルにあると思うんだけど。そうですね。いや、さすがにそんなヤバいの仕掛けない、さすがに。なんか両親相手さすがに、なんか道歩いてたら100メートルぐらいの穴に落とされて海には入っちゃうから。そういうレベルだった。そうですね、そう、危険なやつじゃないですよ。なんか、はい、
クマが現れるとかそういうんじゃないでしょ。はい、そうです。危険なんじゃないですね。本当に驚く系ですね。どっちかって言ったら。はい。まあ、そうですね。それはもう逆にう楽しみですね。はい。楽しみって言っていいのかどっちか。まあそうですね。まあ、あとは日本来た時に僕の方の世界のことを YOSHIKI さんに知ってもらいたいって思うんで、僕が見ている世界を YOSHIKI さんと共有したいってありますね。例えば、うん、それこそ回転寿司行ったり100均行ったりもそうですけど、うんうんうん、普段 YOSHIKI さん絶対しないだろうなってことを一緒にしたいっていうのありますね。 YouTube ってどのぐらい収入得てるんですか？YouTube は、まあ、一月でなんか広告収益と企業案件っていうのがあって、広告収益と企業案件合わせて5000万から1億くらいですね。あ、1ヶ月。1ヶ月それぐらいです。それなんか波があったり結構安定してっていう、まあ、大体はまあ7、8000万が安定で、よくて1億ちょっと超えるぐらいで、悪い時でも5000万ぐらいですね。で、まあ、5000万から1億だとして、はい、それをでも作るのに制作費ってかかるじゃないですか。はい、でも意外にやっぱ YouTube は安いんで。あ、制作費が。はい、僕はカメラもだってスマホで撮るんで、ね、まあ、スマホもレベルすごいからね。はい、だから実はその機材とかにお金かかってなくて、うん、スタッフの方もそんなめちゃくちゃ多いわけじゃないんで、うん、実はその人件費とかもほとんどかかってなくて。あ、そうなんだ。はい、そうなんですよ。僕なんか1ヶ月もし1億あったとしても1億5000万使っちゃうタイプだからな、制作にな、はい、それが良くないんだ。そうですね。だからその僕思ったんですけど、その、うん、この設備見て思ったんですよね。いくらぐらいお金使われてるんだろうっていうのは、これちょっと尋常じゃないんですよね、うん、正直。そのテレビにも来ないんじゃないかってぐらい来てるじゃないですか。僕はね、理にかなってないんです。なるほど、はい、効率は良くないってことですね。僕より効率の悪い人間はいないっていうぐらい、はい、悪いんですけど、はい、成長しちゃってってるっていうのが、はい、それすごいですね。うん、だから効率いいのかもしれない、はい、逆転の発想ですもんね。要するにだから勉強したのは全部投資してきちゃってるんで、はい、さっき言ったずっと山登ってるっていうか、どっかで守りに入っちゃうと、はいはい、もう自分も投資しなくなっちゃうし、はい、なんか、まあ、節約って絶対いいと思うんだけど、自分はもうとりあえず上にで全部投資しちゃえみたいな。ね、そうっすよね。じゃなかったらこんなスタッフの数ならないですもんね、絶対。やばいですもんね。はい、いやいや、長屋だ、本当でも。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。ずっと聞いていたいんですが、はい、ありがとうございます。2人のご感想をいただいて、はい、もうカンペじゃ無理になって喋り出しました。今までは文字で圧力やったのに、なんか覚醒器が立ってきてカラオケとか歌い始めそうだな。僕は本当にこの時間はすごい貴重な時間でした。僕にとって本当に人生でもこんなんなかなか味わえないっていうか、刺激でした本当に。でもそんなになんか別に俺大げさなもんじゃないけど、なんか、いや、よしさん、自分が思ってる何倍も大げさな人っすよ。本当に本当に世間はそういう風にしてますから、本当にもうスタッフの症状見たら分かりますもん、やっぱり。はい、やっぱ頭がいいんでしょうね、めちゃくちゃね。いろいろ考えてる人、考えてる、まあ、それはそうです。考えるのが好きな方ですね。話すの好きですね、めちゃくちゃ。やっぱりだから結局プロデューサーなんだよね、はい、だからビジネスやっても何にしても多分成功するんじゃないですかね。いや、ありがとうございます。でも僕なんかその言ったら YOSHIKI さんみたいに人をあっと驚かせるスキルっていうのは僕ないんですよ。要は驚かせよ、やっぱりその YOSHIKI さんはもうドラムしたらうわってなるじゃないですか、絶対に。ピアノしてもうわってなるじゃないですか。僕それがなくて、そういうなんか人あ大衆があっとするようなものが何もないんで、それがまあ一個のコンプレックスであって、ないからこそ、まあ、ある種このトークでごまかしやってるとこ正直あると思いますね。なんかもう口から出まかせじゃないですけど、口でなんとかその自分を大きく見せよったりとか、よく見せたりとかっていうので来たのかなっていうのは、うん、思いますね。いや、感想っていうのもあれなんですけど、もうただただすごい時間だったなとしか僕は言えないですね。本当呼んでいただいて本当にありがとうございますっていう本当感じで、そんな感じです。ありがとうございます本当に。いや、僕の方もなんかいろいろと学びたいですし、はいはい、うん、すごい貴重な時間を過ごさせてもらって、はい、すごい刺激になってます。はい、うん、いや、ありがとうございます。なんか学べることがたくさんあるなっていうか、はい、学ばさせてもらいたいですね。いや、ぜひお願いします。もう YOSHIKI さんのもう射程ぐらいの感じでいいですかね。はい、関係値としては。そうですか、はい、貴族になりたいっていう夢があったんで僕。あ、終わりました。今やっちゃいましょう。はい、ちょっと一回もう一回もう一回覚えていい。トークの前半はヒカルさんのヒカルチャンネルで見ることができます。わかりました。はい、それでは参ります。コメントご覧ください。よっさん、今回のトークの前半はヒカルさんのヒカルチャンネルで見ることができます。
こちらもぜひご覧ください。もう一回いいですか？なんかピアノのフレーズがなんか気にならなかった、今喋ってる時のあのバックグラウンド。なるほど、はい。